世界各国で親しまれている。古来から人の目に触れる機会が多い種であるため多くの地方名がある。主なものは、告げ天使、叫び天使、天鈴め、悲鳴ひなどり、蒼天、日晴れ通りなど。アフリカ大陸北部、ユーラシア大陸、イギリス、日本。日本では、アシュヒバリが終年生息し、アシュカラフト中ヒバリやアシュオウヒバリが冬季に、 越冬のため、本州以南へ飛来する。全長17センチメートル。翼海長32センチメートル。後頭の羽毛は伸長する。上面の羽衣は褐色で、う軸に黒褐色の反紋が入る。下面の羽衣は白く、側首から胸部にかけて黒褐色の縦縞が入る。胸部から体側面にかけての羽衣は褐色。 外側お葉の色彩は白い。初列風切りは長く突出する。自列風切り後端が白い。くちばしは高褐色で、先端が黒い。頭子はピンクがかった褐色。卵の殻は開白色で、灰色や暗褐色の反転が入る。オスは頭部のカヌーをよく立てるが、メスはオスほどは立てない。草原や川原、農耕地などに生息する。 種商名アーベンシスは、野原の農耕地ののい。しかしながら近年、大雪山の標高2000メートル付近の鉱山帯を、はじめ、北海道、本州の山岳地帯でも生息が確認されている。植生は、植物食傾向の強い雑食で、主に種子を食べるが昆虫、クモなども食べる。地表を徘徊しながら、採食を行う。繁殖形態は乱生。 上空を長時間低空飛翔したり、草や石の上などに泊まりながら、さえずる。繁殖期が始まると、オスがさえずりながら、高く上がっていく、揚げひばりと呼ばれる縄張り宣言の行動は、古くから親しまれている。和名は、晴れた日にさえずることに由来する説や、さえずりの音に由来する説もある。地表にくぼみを掘り植物の葉や根を組み合わせた、お椀状の巣を、 メスが作り、一回に三から五個の卵を産む。放卵期間は十一から十二日。ヒナは、孵化してから九から十日で巣立つ。繁殖期には、つがいで生活し、非繁殖期には小さな群れで生活する。関羽を立てた、日本の広範囲で見られる、アシュヒバリエエージャポニカアシュヒバリを、独立種とする説もある。日本の以下の都道府県で、 レッドリストの指定を受けている。ヒバリは愛眼使用の対象であったが、1979年にその対象から除外された。環境省により、鳥獣の保護及び管理並びに、狩猟の適正化に関する法律施行規則で、第25条の環境省令で定める鳥獣の対象になっている。 孫ともやかもちが万葉集で、うらうらに照れる瞬日にひばり上がり心悲しも一人し、思えばと歌っている。松尾芭蕉やよさぶそなどの句で、のどかな日本の田園風景の春の風物詩として、多数歌われており、春の季語ともなっている。さえずりを日本語に置き換えた表現として、日一分、日一分、リドル、リドル、月二種、月二種というものがあり、 この聞きなしと飛翔しながらさえずる生態から太陽に金貸しをしているという民話もある。春季に縄張りを主張するために鳴き声を上げることから春の風物詩とされることもあり、本詩をモチーフにした詩などもある。イギリスのレイフ・ボーン・ウィリアムズが作曲したバイオリンによるヒバリのさえずりを模擬したアゲヒバリの楽曲がある。また、ハイドンの弦楽四重奏曲第67番は、 第一学消冒頭の旋律が、ヒバリのさえずりに似て、聞こえるため、ヒバリの名で呼ばれるようになった。日本では飼いならしたヒバリを放ち、そのさえずりと高さを競わせる、あげヒバリと呼ばれる遊びがあった。現在は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する、法律により、ヒバリの愛眼目的の飼育は認められていない。近年、世界的に減少傾向にあり、 ヨーロッパでは春巻き小麦から秋巻き小麦への転換で草丈が高くなることによる生息的地の減少や年間繁殖回数の減少また濃厚の大規模化に伴う環境の均質化が原因として考えられている日本の東京では二十歳面積が大きく減少しており葉立歳の正面積化も進んでいる作付け作物もヒバリにとっての生息的地となる 麦から野菜へと変化しており、このような形の現象と質的な変化がひばりの現象に大きく影響していると考えられている。江戸時代の頃には山丁二魚と呼ばれる五大珍味の一つに数えられていた。ドハンから皇室に献上されていた郷土料理である。山丁二魚とは鳥イコール鶴、ひばりバン、魚イコールダイ、アンコウのことである。 日本の以下の自治体の指定の取りである。ありがとうございます。